皆さんこんにちは。おはようございます。ピオグマさんの面白工作スペシャルとして2月4日から始まりましたピオグマさんの健康体操、今日は肩こりからの、回復、また肩こりの予防は剣道の素振りが一番の第2回目をいたします。2月6日にですね、第1回目肩こりの予防と回復は剣道の素振りが一番ということをお話しましたけれども、そこでご紹介した、はい、ラップの芯を用いた剣道の素振りですね。はい、これ、左手で持ちまして、そして上の部分、はい、右手で、でこれで、素振りをいたします。1、2、3、4、5、6、7、8、はい。でこの素振りには、もう一つ大切なことがありまして、健康体操の秘訣は呼吸法ということです。ちょっとこの素振りの中で、呼吸にの部分ですが、少しこう息を吐きながらしてみます。はい、はい、唇を小さくして息をこう吐きますね。まあ、これは結局剣道でしたら、メーンメーンメーン、打った瞬間にこう息を吐くということです。これ大切なことですね。それで実は剣道とか武道での呼吸法なんですけど、普通はですね、女性の方はまあ胸で息をするということで、男性の方はお腹で、まあ、腹式呼吸っていうふうにこう言いますね。まあ、息を吸うときはお腹が膨らんで、吐くときはへこます。はい。ちょっと大きなお腹ですが。で、こういうふうに腹式呼吸って言いますが、実は本当はですね、この腹式というよりも、剣道や武道では、丹田式呼吸、丹田式呼吸と言います。丹田。はい。丹田というのは、はい。実はへそ下三寸。おへそからだいたい9センチ下。ここおへそですけども、ここですね。ここおへそ。で、9センチ下ってだいたいこのあたりですね。で、皆さん息を吸って、ちょっと軽くふっと、ふっと吹いた状態。これでこの丹田の部分に少しこう力が入っている状態です。それで、息を吸うときはこの丹田です。はい。ちょっとへこむ形です。そうするとお腹がこう膨らみますね。そして吐くときはお腹をへこますと丹田がちょっとこう、この下腹が少しこう前に出る感じですね。ほとんど感覚的ではないようなものですけど、軽くこのおへその下三寸、ね、おへその下9センチぐらい、ここのあたりで息をふっと吹いたときに、ちょっとこの力が軽く入ると思いますが、この状態で呼吸をします。口と鼻で、息を軽く吸って、で、口で吐く。口と鼻で軽く吸って、はい。これ丹田へこみますね。それとお腹出てます。はい。ちょっとだいぶ大きなお腹。はい。で、吐くときは、これが実は丹田呼吸と言います。で、これが剣道や柔道や武道、武術では大切な丹田式呼吸。はい。まあ、軽く力を入れた状態で、あまりこの丹田は前に出たり、吹き込んだりはしない。軽く力を入れた状態のまま、口と鼻で息を軽く吸って、で、口から吐く。ゆっくり。はい。まあ、この丹田式呼吸は、座禅とかですね、座って、このゆっくり呼吸を、まあ、正座しても結構ですけども、この呼吸法、丹田呼吸をすると、心も精神も非常に落ち着いて安定してきます。ということで、はい。この素振りですけども、この呼吸法を大切にして、振りかぶって前に、振りかぶっ
って後ろに、振りかぶって前に、はい、これで息をしながらですね、これ呼吸法大切ですね。はい、丹田式呼吸を入れながら、これで吸って、吸って、吸って、吐く、吸って、吐く。はい、丹田式呼吸で、ゆっくり吸って、まあ、今は分かりやすいように、ちょっと、息の、強く吹いていますけど、まあ、あんまり音がしなくても結構ですが、これで、はい。ウェーン、ウェーン。はい、ということで今日は、肩こりの予防と回復は、剣道の素振りが一番第2回目ということで、素振りとともに呼吸法、丹田式呼吸ですね、これについてお話しました。まあ、この丹田式呼吸、座ってあるいはあぐらというか半座 の座り方でですね、ゆっくりこう呼吸をすると心も、そして体もリラックスして非常に落ち着いたですね一日を過ごすことができます。はい、ピオグマさんの健康体操、先日から第2回目としての肩こりの予防と回復は剣道の素振りが一番、今日は第2回目ということで、丹田式呼吸を入れた素振りについてお話ししました。はい、私は2月の6日からこの、剣道肩こりの予防と回復には剣道の素振りが一番ということで、はい、こちらですね、カメラの一脚、はい、これをこのぐらいに伸ばしてこれで、素振りをしています。まあ、しないよりは少し軽いですけどもね、これ非常に便利です。はい、まっすぐにこう吐くつもりでね、そういう呼吸、丹田式呼吸のを入れた素振りを皆さん1日30本、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ということで、これを30回ですね、皆様ぜひやってみてください。朝太陽が昇った頃に1日30分これをするととても気持ちがいいです。はい、私もだいぶこの3日をしまして肩の調子が非常に良くなりました。皆さんもぜひ、挑戦してみてください。それではまた。